今お配りしたこちらの輪っか、何に使うのかといいますと、猫たちがこの輪っかの中をジャンプしてくれますので、そのお手伝いをお願いします。それでは使い方を説明しますので、一緒にやってみてください。まず輪っかの縁を握ります。その後この棒が高さの目印になりますので、地面に当ててください。その後大人のお客様を膝に当たるくらいまで、小さなお子様を少し前に置いていただくようにお願いします。はい、皆さんありがとうございます。それではこの輪っかは MC のお姉さんが準備してくださいというまで、お席の下に置いていただきますようにお願いします。でまた一番前のお席にお座りのお客様、お膝の上を猫がお散歩しに行きます。なのであらかじめ大きなお荷物はお席の下に置いてください。お願いします。でまた注意事項ですが、中央のスロープや横の階段などお近く猫が来ることございます。ですがその際に猫に触ろうと急に手を伸ばしてしまったり、立ち上がったりなどはしないようにお願いします。また立ち見のお客様、足元の×印があるところには入らないようにお願いします。ザーキャッツの公演中はお写真や動画たくさん撮っていただいて大丈夫です。ですがその際にフラッシュや補助光などの光が出る機能は必ずオフにしていただきますようお願いします。あらかじめご確認ください。それでは最後に一番大事なお願い事です。猫たちは元気なお客様が大好きです。なので猫たちが登場してきたら、大きな拍手と歓声で迎えてあげてください。それでは今しばらくお待ちください。